石坂洋平石坂洋平11月26日1969年8月16日は日本の文芸評論家、政治家、衆議院議員、埼玉県議会議員、父の石坂金一郎も政治家で、軍会議員、県会議員を務めた。埼玉県大佐渡郡中奈良村に、大地主の家の長男として生まれる。はたら小学校。 熊谷中学校を経て1902年に第二高等学校に進学。1906年に東京帝国大学理学部に進学したが中退して、1910年に同文化大学哲学科に再入学した。帝大在学時から文芸評論家として活動をはじめ、新自然主義の誕生や鈴木三液知論などの文学論を発表して中央分壇に認められた。 1913年の大学卒業後も文芸評論家として活動したが、1915年の父の死に伴い家督を継ぐため、奈良村に帰郷し、地域の名手として奈良村農会長や同、信用販売購買組合長、大里郡関係販売利用組合長や、同農会長や同養産業組合、連合会長などを歴任した。その一方で、 評論活動を続け1919 19年には、有島武雄論を発表して、作家の有島武雄との間で論戦を展開、早稲田文学、中央公論、新潮などの文芸雑誌に評論や図筆を掲載した。また、熊谷地域で文芸雑誌、初稿が出版された際には、その講演者になるなど地域青年の文化育成にも取り組んだ。1920年、 立憲声優会から埼玉県議会議員選挙に出馬し、当選。1922年より同副議長を務めた。1928年、第16回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。さらに、第19回から第21回まで連続当選を果たした。政界に進出する一方で、実業界でも活動し、部首銀行監査役。 熊谷製紙株式会社取締役、1943年からは、埼玉銀行取締役などの要職を務めた。太平洋戦争の終結後、GHQ の指示により公職追放の処分を受けると、政界を離れ、関東イ須津自動車株式会社取締役や、ジャノメミ新工業株式会社監査役などを務めた。このほか、社会文化活動にも取り組み、 埼玉県文化財保護審議委員、埼玉県社会教育委員、埼玉県公安委員などを務め、地域の学校校果の作詞や、記念碑などの碑文の大事を手掛け、熊谷市名誉市民に選ばれた。1969年8月16日死去、83歳坊津。ありがとうございます。